まだ6時過ぎだぜ。6時過ぎだよ。6時10分とか15分だね、今。よっしゃー、釣ったよ。土管の前ですか。いや、土管の前でしたね。土管ですか。シャレか、本当に。なあ、私は40超えてって言ってんだけど、ちょっと電気つけてもらって見え。
いやー、でかいね。いやー、全然見えん。どこでどうなってんのかが見えない。40超えてる、40超えてる。ちょっと痩せてっけど。ちょっと計測、ちょっと待って計測。いや、結構いいサイズ取れたよ。よいしょ。ちょっとカメラ外して撮ってもらっていいかな。口閉じ尾開きで43だね。いや、42か。42だな。42行ったね。でもうん、42。この辺ロットある？あるある。あれだもん。いやちょっと痩せてるね。体高がそんなにないのか。うん、いやでも40超えは40超えだよ。やったね。なんだよ、やった。俺んとこに戻ってこねえぞ、ビッグバス。久しぶりだ。久しぶりだ。ちょっと痩せてるね。うん、ちょっと痩せてきてる。久しぶりじゃねえべよ。今月2本目だろ。2本目だ。ベイト振り切れてないからね、それ、うん。まあ、こんだけ減衰してから多分ね、ベイトも落ちてると思うから。そんな感じだね。一瞬見た目がシーバスに似てる。シーバスに似てる。確かにシーバス。まあ夜だからな。シーバスくんかい。よし、ありがとう。ごっこないでね。あ、ロットここか。うん、うん、そう。はい、どうもありがとう。粘りがちだね。うん、このぬるい釣れるっていうことに変わってみんな知ってるから。みんな知ってるから。でも俺しかやらなかったのまで。あれ、逃げた。逃げない、まあ、入ったまんま。うん、いついてどうする。はい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 、はい、お疲れさん、ありがとう。どこだ。この岸沿いにピロ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 してきたの。そうそうそう。したら軽くなったんだよ。で食い上げ。あれと思って。食い上げだろか。グッてやったら、やっと。なんで俺カメラマン。どうもありがとう。なして巨匠、巨匠ありがとう。来てるんだから。はい、どうもありがとう。はい。